しゃれなやつ、見たことあると思うんですけど、ちょっとヌーカ見てみましょう。僕も買おうかなって結構迷ってたぐらいなんですよ、本当に。この形のやつが結構有名じゃないですかね。結構ショップによく置いてありますね。1997年、マシュー・ウォルドマンによって誕生した腕時計ブランド、ヌーカ。モーマデザインストアやバーニー・ニューヨークも認めた斬新なアイデアは、今や世界で注目されている。時間をグラフィック化した特徴的な文字盤のデザインはヌーカの代名詞。このブースにはヌーカ初の丸型のコラボウォッチなど気になる新作ラインナップが揃う。じゃあどの辺かな、ちょっとつけてみますかね。やっぱ差し当たってこう黒的なことですかね、これね。これいいのかな、どうやるのこれ。どうなんですか。よくつまんで、 ありがとうございます、はい、んなもの。でも日本語ペラペラなんですね、と言われてますけど、ね、と言われてますけどっていうか普通にあるじゃないですかね、うん、片言でもないっていうか、うん、びっくりしちゃいました。彼がヌーカの生みの親、デザイナーマシュー・ウォルドマン。かつて日本で働いていた経験もあるというニューヨーク生まれのクリエイティブディレクター。数々の受賞歴を持ち、さらには世界的にも有名なデザイン専門の大学、パーソンズ大学の講師も務める。豊富な経験値を生かし、今最も勢いに乗る世界基準のクリエイター。これでも実際僕ヌーカの時計、よくお店で見かけてて、本当に買おうかどうかものすごい迷ってる最中だったんで、まさかそんな日本語ペラペラの人が作ってるとは思わず、いつも表示がやっぱすごいユニークっていうか、今まで見たことない表示、うん、でもすごく分かりやすい、うん、時間がもうブロックかドットで、うん、一つが一時分間が本当に体温計みたいにね、慣れたらすごく分かりやすいし、うんうんうん、なんか時を数える時は12のベースで、はいはい、だからちょっと違うんで、これがなんかそういうことを全然関係なく、はい、グラフィックでそのなんか時間の、うん、時間のイメージがこう、うこんだけ来てるっていうのが分かりますもんね。そうですよね、うん、じゃあちょっとゆっくりまた改めてお話を伺いたいんですが、時間でよろしいですか。いいえ、大丈夫。じゃあケツカッチンでガシッとすみませんで。いいえ、とんでもない。お願いします。はい、そこからよろしくお願いします。その頃、田中デザイナーはホテルのスイートルームに、社長として世界のトップブランドのセレブたちと親交を深めるためにもいつになく忙しい様子。そしてここからはいつものアンテナ、マシュー・ウォルドマンを招いて英物でトーク。今世界が注目するヌーカのデザイナー、マシューの英物とは。はい、ということでマシューさんにお時間をいただいて、ゆっくりここでお話を伺おうという、ありがとうございます。忙しいところよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずそのちょっと根本的なというか、これ見てる人みんな素朴な疑問を抱いたと思うんですけど、うん、なんでそんなに日本語がお上手なのか。でも昔の結構昔だった、東京に住んだこともあるし、大阪関係のデザインスタジオで勤めたこともあるから話です、ね、何年ぐらい日本にいたの。なんか連続でずっと住んでたのはバブルの時の僕の22歳から25歳、だから3年間だったんですけどね、うんはいはい、うん、ペラペラですよね、完全に普通に、うん、そうかな。意外でした。だからそれ全然知らなくて、いつもその見てたんで時計自体は、うん、そのヌーカのまあすごい特徴的なデザインに、マッシュさん的にはその例えば日本で暮らしてたそういうあれとかが入ってたりするんですか。でもなんか日本はもちろん影響されてないともう言えないんですけどね、うん、結構もう長くいたから、うん、でも実はそのもうヌーカをデザインしたのはもうその文化的な、もう日本の文化とかアメリカの文化、デザインの文化じゃなくて、ユニバーサルコミュニケーション、その言葉なしで、コミュニケートすることを、なんかそういうことをベースにして、なんかそういう数学とか言葉関係なくデザインしたものですけどね、うん、時間を言葉が通じない人にも例えば何時何分っていうのを伝えるとしたらどうするかっていうことですか。そう、もっと
なんかリンゴ3つあったら子供はリンゴ3つあるということですからね、うんうんうん、これはもう全く一緒、具体的に時が本当に進んでってっていう概念を、そうですよね、うん、だからそのもともとは統計が好きだから統計を作ったわけじゃない、うんうん、なんか元コミュニケーションの哲学的なプロジェクトだったんですけどね、でもそんなにもう成功したことは自分でも驚いたんですよね。ではでは、マシューさんのええものをちょっと見せていただきたいんですが、何でしょうか、はい、お見慣れた感じのものが、勇者ライディーンです、はい、マシューオールドマンのええもの、勇者ライディーン、ヌーカの哲学にも通じるというマシューの原点ともいえるええもの。これはなんでライディーンなんですか。ライディーンは出たもう放送、初めて放送された頃、うん、僕11歳だったんですよね。もちろんアメリカですよね。でアメリカで普通のテレビ局で放送されてなく、でも僕ニューヨーク生まれ育ちで土曜日だけ日本の放送やってたんですよね、はい、でそれでなんかライディーンとその後はゴレンジャーで初めて見たのはライディーンだったんですよね、はい、考えてみるとヌクにちょっともう潜在的にもちょっと影響あっただろうと思うけど、ね、もうすっごく好きだったんですよね。どのあたりがやっぱり他のそれまでの例えばアメリカの子供向けのポップか、うっとっとっと違う感じですか。だから その頃の、おもちゃも、うん、コミックも漫画 もうあまり面白くなかったんですよ、アメリカのものは。その頃は、その頃は、はいはい、ジアジョーわかる。いや、わかります。ジアジョーぐらいだったんですよね、うんうん、こういうバイク、はいはい、今子供の頃は考えなかったけど、はい、ちょうどチンポのところに入っちゃうんですよね。股間なんだっけそれって、うん、そうアニメもそうでしたっけ。アニメもそうだった、うん、なんかランプがあってボーンっつってチュ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 ビームが出てきて、もうちょうどフェードインドアじゃなくてフェードインで、はい、チャン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 。当時からそのおもちゃは、うん、これはもちろん今のやつでしょうけど、これ結構もうこれ10年前買ったかな、うん、その当時買ったものはすっごく高かったし、うん、もう輸入品で、はい、あ、そうなんですか。そう、なんか日本語で分からないけど、うん、その新聞配達、アルバイトでやってて、はい、そのお金全部集めて、バイトで貯めて買ったんですよ。へえ、それがなんかポッピーという会社が、ポピーです、ポピーです。今バンダイというのになったんですけどね。そう、はい、でもポッピーの今まで持ってるんですよ、うんうんうん、でもずっと遊んでたからほんまにボロボロで、うんうん、あんまりもう売れないと思うけどね、もう売りたくないけど、ね、うんうん、いやいや、うん、へえ、うちに結構そういうもあるんですか。いっぱい結構ありますよ、うんうん、